光ご事件とは、1944年5月に、日本の北海道目なし郡ラウス町で発覚した死体損壊事件である。日本陸軍の徴用船が難破し、真冬の知床岬で、危機状態に置かれた船長が、船員の遺体を食べて生き延びた。日本の歴史上、食人は幾度と発生したが、本県は食人によって、刑を課せられた初めての事件とされる。 日本の刑法には食人に関する規定がないため、釧路地裁にて死体損壊事件として処理された。名称は、本件を題材とした武田大淳の短編小説、光ゴけに由来する。遭難地点北海道と遭難地点知床半島の衛星画像、北京の花は、およそ岬の先端部、北東側に位置する。1943年12月。 日本陸軍の徴用船が7人の乗組員を乗せ、船体修理のため根室港から小樽市へ向かう途中、知床岬沖合で大敷に会い、座礁した。船員7名は岩肌の暗礁に漂着した船から退避、知床半島の北京の花に降り立ったが、真冬の北海道は雪と氷、吹雪に覆われた季節であった。徴用船の船長は他の船員とはぐれたが、 一軒の番屋にたどり着く。やがて、船員のうち最年少の青年一人も番屋に、吹雪の中たどり着いた。さらに二人は近場にあった、もう一軒の番屋に移動し、一ヶ月以上そこで過ごすが、極寒の中で体力を消耗し、食料もなく、18歳の船員は死亡、船長はその遺体を口にする。知床岬にある番屋の例ただしこれは、 当時の仕様ではなく、もっと近代的な建築である。2012年撮影。翌1944年2月、船長が、ラウス町、三崎町に住む、漁民一家宅に現れ、助けを求める。知床三崎の真冬の過酷さを知る住人の老夫婦は、驚愕した。船長は、船が難破し、他の乗組員は全員死亡したが、 上陸地点近くの番屋に蓄えられていた食料や流れ着いたとっかりの肉を食べて生き延びた。と述べた。吹雪の中、番屋にたどり着けたのは船長と水地府の男性一人だけであったと船長は語った。番屋に置かれていたマッチで火を起こし、損に残っていたわずかな味噌や塩で味噌汁やしょっつるにして食べたという。 船長が生還すると、船長は奇跡の新兵としてもてはやされた。しかしながら、警察及び軍部内で船長の言動あるいは、生還の状況の不自然さから、職人を疑う者が出始め、一部の者による独自の内定が進められた。2月18日、警察は船長の漂着地である北京の花の南で現場検証を行う。その際、 北京の花の北側で、水地府の投資体を発見、回収した。しかし、警察署長からは中止命令、上層軍部からも観光令が出され、独自の捜査は中断させられた。5月、船長が一冬を越したとされる、番屋の持ち主が、番屋近くでリンゴの木箱に収められた人の白骨を発見し、警察に通報した。警察による現場の再検証が行われ、 北京の花の北で新たに二人の遺体が回収された。見つからなかった、残る二人についても職人が疑われた。6月、警察は、殺人、死体遺棄及び死体損壊の容疑で船長を逮捕。警察の調べに対し船長は、乗組員の一人の遺体を食べたことを認めたが、殺人は否認。検察は、船長を死体損壊容疑で起訴。刑法には、 食人についての規定がないため、食人の是非については裁判では問われなかった。8月、船長に対する心身交弱が認められ、懲役1年の判決が下りた。1954年、武田大淳は、本事件をモチーフとした短編小説、光苔を執筆し、新潮社の文芸雑誌、新潮1954年3月号市場にて発表した。 この作品は、書籍としては、同年7月刊行の武田大順著、美貌の信徒に収録されたのが最初である。船長による職人の話は、口伝いで広まったが、新聞報道は行われなかった。裁判記録は廃棄され、捜査記録も戦後発生した火災によって消失したことから、事件の詳細が知られることはなく、逆に様々な憶測が流れることとなった。戦後、 ラウス郷土氏にナンパ戦事件として再録されるが、これは噂をもとに構成されたもので、前述の資料喪失もあり、事実との整合性がどの程度あるのかは不明であった。作家の武田大順が、ラウス京氏を及び現地の話をもとに小説、光ごけを表すと、その内容が事実として受け入れられることとなってしまった。 結果的に船長が船員を次々と殺害して食べたという風評が流れることになった。ジャーナリストの郷大地道は船長が1989年12月に亡くなるまで15年間に及ぶ取材を続けた。その何度かの取材の度、多くを語らず断片的にしか答えようとしない船長の発言をつなぎ合わせ一冊の本を表すに至った。それによると、 身体、精神的に極限へと追い詰められた船長は、食人まで及んだが、なぜ食人に至ってしまったかは自身でも理解、できなかったという。食人をしたことは認識しており、その際の様子は、はっきりと覚えていた。縁魔だように裁かれる、恐ろしい夢も見た。生還した後、警察が船長の実家に訪れてきた際は、あのことだなと、すぐに察したと言い。 事情聴取が始まると、あっさりと食人を認めた。取り調べを行った、検察官の話によると、船長は言葉づくなでした。なぜ食べたかという尋問に対して船長は、横になっているのかばねを見ているうちどうしても我慢、できなくなり、股のあたりを包丁で削いで、味噌で煮て食べた。その時の味は、未だ経験したことのないほど美味しかったと述べました。また、まさかりで頭部を割り、 脳味噌を食べた時が、最も勢力がついたような気がしたと述べています。船長は、死体村海罪で1年の実刑判決を受けたが、終始、人を食べるなどということをしている私が、懲役1年という軽い罪で済まされるはずがないと、言い続け、その後、数十年間、自分は死刑でも足りないと、その重い罪の意識を背負い続けた。周囲からは、 あいつが人食いかと言われることもあったが、船長は、それは事実であるからと黙っていたという。自殺を図り、崖から飛び降りたこともあった。共に、番屋で過ごした船員に対する殺害の疑念について、船長は、たった二人しかいないところで、二人して励まし合って、生きようとしてたのに、その大事な相手まで殺す必要がどこにあるのかね、なんで殺さなければならないの、と答え、 悲しげな表情をしたという、小説、光ごけの影響などもあり、殺して食べたという風評が世間に広まっても、それに反論しても仕方ないと船長は何も言えなかった。船長は亡くなる直前、北京の花に再び向かうことを望んでいたが、叶わなかった。ありがとうございます。